今回は、ポゼッションのちょっとグラフを持ってきたんですよね。俺、これでガンバ、ちょっと俺、感動しちゃったとか、成長してるデータを見つけることができたので、これをぜひ見ていただきたい、こちらでございます。ビルドアップから始まった攻撃において、相手との数的同数以上で、敵陣のペナルティーエリアまで侵入できた確率ってものをグラフにしてみました。 それしてみたらなんですけど、あ,<れ>あの今年18チーム中で、はいえー、うまくいってるのは、1番が実は川崎で、2番がガンバってのが出てきました。ええ、うん、すごい数字じゃないですか、これ。うなんですよ、うん、だからビルドアップスタートしてから、数的同数以上でのペナシ入り、うん、つまり普通のビルドアップ、はい、そんな気を照らないような、しっかり崩していくペナビルドアップが始まって。 うん。ペナまで入っていく回数確率がリーグ内で右肩上の方が上ってことでしょこれちょっとまずびっくりしたのが、要は横浜 FC より左の皆さんってのは、そのいわゆるビルドアップからスタートしても、あの、なかなかうまいことペナルティエリアの頃までボールポゼッションしながら侵入することがいわゆるできてないっていことになるんですね。平均より下ということになってってのがあって、 平均より上なのが、まぁちょっとエンブレム大きくしたんですけど、マリノス、浦和、新潟、ガンバ、川崎の5つのチームだけでした。へぇー。だボール持たせたらこの5つのチームに叶うチームって、まあ左の13チームは正直叶わないってことにはなるんですよ。うんうん、で、さらになんですけど、これガンバ今ここにはいるんですけど、あの、川崎戦の前、あの、唯一勝利した川崎戦ってあると思うんですけど、うん、はい。 1> 第1節から第7節までは、セクレくこのマリノスとこの浦和のこのちょうど真下ぐらいのこの時期に大体ガンバのその数値はあったんですよ。うん、まあ要はだからこのじゃあガンバポゼッションで頑張れてるって5チームの中でもまあ正直まあ一番下ぐらいではあったんですが、実はその川崎戦よりもあと川崎戦で勝った後それ以降に限ったデータで言うと実は川崎より上で J で一番ボールポゼッションしながら敵陣に侵入できてるチームっていうことが分かりました。へえ<ー>。そうなんや。そう。だから、 もう、ポヤトスさん使ってというか、ポヤトスさんのやり方で何かこう、データで示せるものがあるのかっていうふうな、例えば、多分フロントさんと、要は現場サイドでいろんなこう、せみぎ合いの多分、なんかお話ではあったと思うんですけど、このデータ、いわゆる、いわゆる自分たちがそれこそフロントのあなた方が望んだ、あのー、それこそボール持ちながら、それで保持しながら攻めていくってサッカーに関しては、今 G1 で1番できてるじゃないか、なるほどね。そう。なるほど。っていうまでは来てるんですよ。 浸透していっているってことですよね。そう、それは間違い。ただ、唯一問題なのは、それでも、ちょっと、失点がそのボールのポゼッションのいわゆる、ボールポゼッションをしたから敵陣までは攻めていけてるんだけど、なかなかその勝利までが遠かったことによって、多分、ちょっとし、うん、人によっては疑心暗鬼に多分なってる人とか、ちょっと自信がちょっと喪失しちゃってる人がいて、あの、パスがちょっとミスってしまって、失点につながるのが多かったから、問題点は正直あると思います。なるほど。 やっぱりじゃあここで監督を変えてしまうっていうのは継続性のなさになってしまうんじゃないか、うん、クラブとして長い目で見たらということですねうまくいってるからこそ続ける強化、ね、部も後押しし続けるという説明があったということですね。